内田裕也さんが3月17日、肺炎のため亡くなった。79歳だった。各メディアによると、内田さんの所属事務所は、内田裕也、2019年3月17日、5時33分、肺炎のため、永眠いたしましたと報告。この数年、闘病の日々でした。それでもユーモア、ウィットを忘れず、時には世の中を憂い、怒り、常に自分のできることを模索しておりましたと明かし、多くの友人知人、家族に支えられて、ロックエンロール人生を全うすることができましたことを、ここに心よりお礼申し上げますと綴ったという。近年は闘病生活を送っていた内田さんですが、昨年9月、樋木希林さん、享年75が亡くなった際も、気丈に振る舞っていました。さらに年始に開催された、ニューイヤーズワールドロックフェスティバルでは、久々のステージで大熱唱。そのパフォーマンスは、完全復活を期待させるものでした。ですが17日に容態が急変。そのまま静かに亡くなられたそうです。音楽関係者その豪快なキャラクターで注目を集めていた内田さん。昨年、日清焼きそば友会王のテレビ CM にも出演し、幅広い世代に知られることとなった。その訃報は反響を呼び、ツイッターでも内田裕也さんの他に、ロッケンロール、シェケナベーベーといった内田さんらしいワードがトレンド入り。さらに追悼の声も上がっている。内田裕也さん、自由な感じで好きだったから寂しい。破天荒なスタイルすごく好きでした。ご冥福をお祈りいたします。ロケンローまたロックな夫婦だったけど、晩年は穏やかだったし、今頃二人でとてもいい会話をしてるような気がする。やだあなたも来たの。そんなに早く来なくたってよかったのにとか、話してるんだろうな。キリンさんと会えたかな。これからは同居してあげてくださいね、と、キキさんとの再会を想像する声も上がっている。